こんにちは。カナダ在住の山達です。サハのブーメラン芸、印象操作に大失敗ということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、サハの伝統芸であるブーメランに関する話題をですね、二つほどお話ししていきたいなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、まず一つ目が NPR の報道ですね。連邦最高裁判事の内部対立が明らかになっていたというふうに報じられていたんですが、まず NPR ってどんなメディアっていうところからいきたいと思います。アメリカの公共ラジオ放送で、運営資金の大体1割ちょっとは連邦州政府の補助金に頼っているんですね。 で、えっと、サハメディアには中道というふうに位置づけられているんですが、まあ、どっからどう見てもサハにしか見えないという報道をしています。はい。まあ、原因としてはかなり多くの寄付金が入ってきていまして、それが原因なんじゃないかというふうに言われているわけなんですが、この前、 ちょっと前かな。動画のコメントで、その日本の NHK 的な存在の放送局ってカナダにあるんですかっていうコメントあったんですが、えっ、ー、と、まあ、多分 CBC っていうところがそれに当てはまるかなというふうに思います。まあ、一応構造はね、若干違うんですが、まあ、似たようなもんかなっていうふうに思います。で、この NPR も、まあ、国からそういうふうにお金がね、流れてきてるっていうことを考えると、似てるっちゃ似てるかもしれないっていうところがあるわけですね。はい。で、じゃあ NPR どんな報道をしたのっていうところを行きますと、えー、ソニア・ソトマイヨール判事。ハンジ 連邦最高裁には9人の判事がいまして、そのうち3人がリベラル系って言われてるんですよね。でそのリベラル系の中の1人の外前よる判事が、他の8人の判事と対面で審議に参加することをせずに、1人だけ執務室からリモート参加するようにしてるということなんですね。 この毎週連邦最高裁ってカンファレンスって言って、まあ、会議みたいなことを開くんですよ。で、えっ、ー、と、この時はもう9人の判事だけが参加して、もう秘書とかも参加しないっていうふうに言われてるんですが、この9人の判事が対面で会うはずなんですが、外前ヨールさんだけがちょっと怖いって言って、えー、リモート参加してるわけなんですね。 で、その理由としては、まず本人のコンディション、67歳で一応、高齢の、高齢の部類に入るよっていうことで、えー、まあ、高齢じゃないっていうふうに言う人いるかもしれませんが、それはごめんなさい、横に置いといてください。はい。で、あとは肥満であること、糖尿病を患っているということで、リスクに敏感だということなんですね。 なんですが、今回の報道によると、そのリスクっていうところがメインの原因ではなくて、リモートしている参加の理由としては、他の判事が原因だと、他の判事と対立していて、それが原因だっていうふうに報道されたわけなんですね。じゃあ、誰と対立してるかって言ったら、ゴサッチ判事。保守系判事の一人であるニール・ゴーサッチ判事が、マスクしないことに対して不安を感じるのでリモート参加をしていると。この外前ヨールさんが、そういうふうにそのマスクつけない人の近くにいたくないっていうふうに言ってるそうなんですね。 で、それに対してロバーツ裁判長が分かったあなたのことを理解する、理解を示しますっていうことで、マスクしてねっていうふうに他の判事に指示を出したっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、みんなしてくれたんですが、ゴーサッチさんだけは指示に従わなかったと。で、それを受けて、えー、じゃあ私はもう、対面で会うのは難しいので、えー、リモートで参加しますっていうふうにして、外前イギルさんだけがリモート参加っていうことになった。 っていう報道だったわけなんですね。NPR はえ最高裁の関係者の話によるとみたいな感じでそれを報道していたわけなんですが、この報道があった後に、ゴーサッチ判事、ソトマイオール判事、この二人がそのまさに対立していると言われている判事なんですが、共同声明を出しまして報道を否定したんですね。その我々が対立してるっていうことを聞いて驚いたと。 報道は明らかな誤りであって、私たちは確かに法律に関する解釈で対立はするけれども、それ以外の場では仲のいい同僚であるというふうに声明を出したんですね。 で、まずこの時点でもう報道の半分ぐらいが誤りじゃんけっていう話になるわけなんですね。で、さらにその後、この指示を出したっていうロバーツ裁判長も、この人滅多に声明出さないことで有名だったんですが、今回ばかりは出しまして、指示なんか出してないということで報道した、否定したんですね。つまり、今回の NPR の報道っていうのは、根も葉もない嘘捏造でっち上げ報道だったわけなんですよ。 確かに、外前ヨールさんが一人だけリモート参加してる。これはね、事実なんですね。ただ、その原因として、えー、保守系判事が原因だっていう風になってたわけなんですが、それがもう根も葉もない嘘だったわけなんですよ。 で、左派のすごいところってどこかって言ったら、こういうめちゃくちゃな記事を出しておいて、自分たちだけがその大やけどをするっていうわけじゃなくて、その範囲を広げていくんですね。他にも巻き込み事項をしていくっていう、そういうその攻撃範囲の広さっていうのはもうさすがだな、さすがの一言なわけなんですがえ、今回どこが引っかかったかって言ったら CNN。<laughs> まずこの NPR のこの内部対立の報道を受けて、最初にそれを否定したのが FOX ニュースだったんですよ。 で、その FOX ニュースのえ否定報道が出た後に CNN が出した記事がこれで、そのタイトルが NPR の最高裁の情報源、バーサス、FOX ニュースの一つの情報源っていうタイトルだったんですね。で、傑作なのが、この記事の最初の書き出しなんですが、NPR の誇る素晴らしい連邦最高裁情報通記者の情報によると、ね、今二人の判事が対立していてどうのこうのみたいな、そういう記事になってて、あの、それ根も葉もない嘘だったんですけどっていう、そういう話なんですよね。はい。えー、っていうようなところで、えっと、ま、この辺がね、さすがですっていうふうに言いたくなるような、えー、まあ、巻き込みのね、そういう攻撃範囲の一つ。 かなっていう,ふうに思います、はい、じゃあ今回のこの訳のわからない報道の意図って何だったかっていったらまあ多分保守判事の印象操作っていうところなわけなんですよね。まあ、結局大失敗に終わったわけなんですが NPR の記事を読んでみると前半その構成上前半部分だけその保守えだけその対立のことが書かれてるんですね。で残りは何かかっっていたららどちらかというとう メインで言いたいのは連邦最高裁が保守系に乗っ取られているというところを書きたかったのかなっていうふうに思いましてでその例えば今近々すぐにでも判決出ると言われている過去の判決その中絶を合憲合法とした判決をひっくり返すんじゃないかっていうふうに言われてるんですよねでそのひっくり返すんじゃないかっていうことに対してその保守判事たちっていうのはもう伝統とかも全く守らずに過去の判決で守らずに自分たちのやりたいことをするためにその自分勝手に 過去の判例をひっくり返そうとしてるんだみたいなそういう記事になってるんですよ。で、その自分勝手っていうところの延長線で外前ヨールがえ怖いっていうふうに言ってるのに、ゴーサッチという保守系判事は自分勝手にえマスクをしないんだみたいなそういう記事になってたわけなんですが、まあ結局そこは嘘だったわけですね。はい。まあそういうふうに保守判事の、えー、悪いところをいろいろやろうと思ったんですが、大失敗に終わったというような記事だったかなというふうに思います。はい。まあどちらにせよ、その司法の最高峰である連邦最高裁に挑むっていうのはまたそこもすごいなというふうに思うところがあります。はい。 ということで、まずこれが一つ目のお話です。で、二つ目がですね、ディサンティス州知事に関する話ですね。以前にもディサンティスバーササハメディアっていう話をしたので、そこね、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいなというふうに思いますから、コメント欄にリンク貼っておきますので、後からぜひともご覧ください。はい。えっ、ー、と、ディサンティス州知事に対してサハが挑んできたんですが、また帰るうちにあったっていう話ですね。ことの発端は、ジェリー・デミングス、フロリダ州オレンジ軍市長だったんですけれども、彼がですね、ディサンティス州知事のことを批判したんですね。 よくわからないんですが、この記事出たのは12月の28日です。なんで年末の話だったんですが、なんかね、州知事からそのオミクロンが大変だって言ってる中で全然支援がないと。で、さらに言うと12月17日からこの28日の記事が出るまでのところ、公の場に姿を表してないっていうことだったんですね。まあ、要は会見開いてないっていうことで、ディサンティスはどこに行ったんだみたいなことを言っていたわけなんですよ。で、この記事に乗っかったのが AOC。 AOC は2週間州知事が行方不明だそうですねと。で、近くにいるなら挨拶したかったなって言ってて、ちなみにこの時 AOC ね、あのフロリダ州にいます。はい。で、彼の SNS チームはいろいろ投稿して、サムを今動いているように見せてるけれども、彼ら古いものをあえて投稿してるように見えるよねっていうふうに言ってるんですね。まあ、要は AOC も含めてサハって何言いたかったかって言ったら、このオミクロンで大変だって言っている現状の緊急事態の中で、 フロリダ州知事は、州民のことなんか他かっておいて、なんかバケーションか何か楽しんでんじゃないのと。自分たちだけ休暇楽しんでんじゃないのっていうことを言いたいわけなんですよ。で、さらにもうこれ笑っちゃったんですが、あの、ニューヨーク州知事の知恵を伝授しましょうかと。 今、彼、ディサンティスには、ニューヨーク州知事の知恵が必要だわ、みたいなこと言ってて、あんな無能の知恵いらねえよっていう話ですよね。はい。えー、っと、今の現状を見てみろよっていうふうに思うんですが、まあそういうね、なかなかね、あの、これは本気で言ってんのか、またはギャグで言ってんのかよくわかりませんが、えー、そういうことを言ってたわけなんですね。これ2万ぐらいいいねついてるって、またそれはすごい話ですよね。はい。まあそれはさておき、まあこういうふうに、あの、左派から結構叩かれ始めてたわけなんですね。一言で言うと、バケーション中じゃないか、緊急事態にも関わらずっていうふうな批判があったわけなんですが、 じゃあ、現実どうだったのって言ったら、えー、ディサンティッシュ一時の奥さんって今、闘病中なんですよね、えー。昨年10月に乳がんを患ったっていうことを公表していまして、で、まさにこの時って治療中の真っただ中だったわけなんですね。で、えー、っと、実際この時は、その奥さんに付き添ってたということが判明したんですよ。 で、記者会見こそ開いてなかったんですが、公務も続けてたんですね。まあ、なので、やることはしっかりやって、で、えっ、ー、と、あとは、その、記者会見開く時間をね、割いてかわかりませんが、そこの時間は奥さんに付き添うようにしてたということなので、まあ、これは自分のね、その、愛すべき大事な方が、そういう大変な状態だったら当たり前なんじゃないのって僕は思うので、 うん。あの、これに関して批判するのはいかがなものかなっていうふうに思うところがあるんですね。で、最低限、あの、せめて謝ればいいのにと思うんですが、特に謝りは見てないので、うん、どうしてんのかなっていうふうに思うところがあるんですね。で、えっ、ー、と、昨日、すごくいいニュースが出てきまして、えー、治療はひとまず完了しましたよという報道が出てきたんですね。もちろんまだ完治したかどうかとか、その辺はわからないので何とも言えないんですが、まあ、ただ一歩前進したかなっていうところもあって、この辺もあって非常に今、いい状態になってるのかなっていうふうに思うところがあります。はい。 と、まあ、いうことで、えー、今回そのディサンティスさんの状況を鑑みると、えー、とここぞとばかりに攻撃始めた左派だったんですが、まあ、単なる、まあ、極端な話を言うと人でなしみたいなことを言ってたんですよね。うん、でそれを露呈しちゃっただけだったわけなんですよ。でとにかく今、左派ってディサンティスを何としてでも追いやりたいんですよね。うん その、左派の言っていることと真逆のことをやって、成功を収めちゃってるもんだから、本来だったら成功を収めている人の後に続いていけば自分たちも成功できるはずなんですが、彼らはそれじゃなくて、それを何とか引きずり下ろそうとしているわけなんですよね。んで、また結局今回も帰り打ちに合ってるわけなんですが、極差の違うところはね、こっから先なんですよね。もうここで終わらないんですよ。 サハの伝統芸の真骨頂ですよね。もうアボリジニも認めれるんじゃないかっていう話なんですが、投げた数百倍の威力でえ帰ってきたブーメランを全身で受け止めるっていうことをしているのが AOC なわけなんですね。え今回ディサンティスのことを叩いていたわけなんですが、本人ね、年末どこにいたかって言ったらフロリダにいたわけなんですよ。で、僕別に、あの、ニューヨーク州の連邦会員議員ですよと。 で、えー、ニューヨーク州、今大変なことになってますよとだったらニューヨークにいるべきじゃないかとは僕思いませんなので AOC がフロリダに来てることに関しては全然いいんじゃないかなっていうふうに思うんですねただし、えー、違うところで何やってんのっていうふうに思うところがありましてあの本人ねこのフロリダにいるとき何やったかって言ったらもうマスクはないわ、ミスだハグだ雄たけびだ酒盛りだっていうことで、まあ、もう満喫しているわけなんですよね。 で、彼女って本、いつも何言ってるかって言ったら、病気は怖い怖い言い続けて、で、規制がもっと必要だ。ほら、フロリダ州、ニューヨーク州を見習え、もっと規制を強くしろって言ってて、で、フロリダ州知事の政策ってのは間違ってんだって批判し続けていたわけなんですよね。で、じゃあ実際自分、口ではそう言ってるけれども、プライベートで何やってるかって言ったら、めちゃくちゃそこを満喫してるわけなんですよね。言ってることとやってることが違いすぎるんですよ。で、何がひどいかって、この AOC って連邦下院議員なわけなんですよね。 連邦議員の一番大事なその議会に参加するっていうところを放棄してるんですよ。これあの出されていた実際のその書簡なんですが、えー、人の集まる議会が怖くて投票に行くことができないので代理に投票をお願いしましたというふうに、えー、っとこれは多分ペロシに出してるのかな、うん。多分ペロシだと思うんですが、えー、出してたわけなんですね。で 要は、あの、もうちょっとフォーマルな言い方をすると、今、公衆衛生の緊急事態が続いていて、私は議会に行くことができません。なので、代理に私の分の投票をお願いしましたので、その連絡ですっていう、そういう所感なわけなんですね。まあ、簡単に言うと、人の集まるとこ怖くて行きたくないから、代理にお願いしましたって言ってんのに、その裏で自分何やってるかって言ったら、自分の本来の職責である議会に参加しなければならないところを放棄して、人の思いっきり集まってるところで、 もうね、ソーシャルディスタンスなんかクソくらいみたいなことをやってるわけなんですね。何をやってるんだねっていう話なわけなんですよね。もうこんなんやってんだと本当に議員辞めたらっていう話ですし、あとその環境問題にすごくご熱心な方なんですが、一体全体どこまで、どうやってフロリダ州に行ったのかなっていうふうに、ところも気になるんですよね。もちろん馬車で行きましたよねみたいなそういうところなんですが、まあいろいろ気になるところがあるんですが、まあとりあえずこういうふうにですね、えー、最終的にそもそも自分のやってる本来の 職責すら全うしてないんじゃないかっていうところまで掘り出されて、えー、ね、えー、見事なブーメランが突き刺さっているのが AOC だったわけなんですね。はい。で、まあ、こういう風になってるわけなんです。今回ディサンティス州知事を叩こうとしてたんですが、本来叩かれるべきってディサンティスじゃないんですよね。僕はニューサムだと思うんですよ。まあ、本当にフロリダと通用なすような州の一つとしてカリフォルニア州があると思うんですが、ここの州知事の方がよっぽどめちゃくちゃなことやってるんですよね。これ昨年11月の終わりらへん、あの、 えサンクスギミングのところだったんですけれども、カリフォルニア州って緊急事態宣言延長したんですよね。で、この延長を宣言したのはニューサム知事本人です。で、それをした数日後には自分はメキシコに旅行行ってるんですね。いいですか州知事っていうのはその州を守る役割があると思うんですけれども、僕としてはね。で、緊急事態だって言ってるんですよ。緊急事態の中に、 中で、バケーション行くってどういうことってなるわけなんですよね。緊急事態ならば、州に留まるのが普通なんじゃないのっていう話なんですね。で、えっ、ー、と、この点では、AOC がフロリダに行ったことに関しては、この州地図は若干問題違うと思うんですね。っていうのも、AOC ってのは連邦議会議員、議員連邦議員なので、別に、えっ、ー、と、なんだろう。 州が大変だからって言って、州にいることは別に必要ないかなっていうふうに思うんですね。うん。なんですが、AOC で変なところなの,のは、フロリダ叩きまくってたのにそこに行くと。で、安全じゃないから議会に行けないって言いながら、自分たちが危険だ危険だ言ってるフロリダに遊びに行ってくるっていうのは矛盾なわけなんですよね。なので、この辺に関して僕は、あの、AOC がおかしいっていうふうに言ってるんですが、え、ニューサムの場合はちょっと、経路が違うんですよね。だって彼、州知事ですから、え、カリフォルニアを引っ張っていかないといけないですよね。 で、自分で緊急事態だって言っときながらこういうことやってるっていうのはおかしな話なんじゃないのっていうところがあるわけなんですよね。はい。で、まあ本人はね、その自身の会社規制ことごとく破り倒してるんですよね。集会はダメだって言っときながら自分たちは誕生パーティーで大盛り上がりみたいなことをやってたりとかね、娘さんとか息子さんとかをね、思いっきりイベントに参加させたりとかしてたわけなんですよね。 うん、この辺りのことを考えると、本来叩かれるべきは、えー、ディサンティスではなくてニューサムなんじゃないかっていう話なわけなんですよね。はい。まあ、根本的な話をすると、自分で守ることができない発言であるとかルールっていうのは、まあ、定めるべきではないし、言うべきではないんじゃないのかなっていうふうに思うところがあります。はい。まあ、こういうふうに、えー、さすがは伝統芸っていうようなお話があったわけなんですが、これからもこういう話が出てきたら、また皆さんにお届けしていきたいと思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。えー、ということで最後はですね、昨日、あの、 なんだ、ゴロゴロしてるときに、ふと上を見上げたらね、たぬきくんから見下ろされていました。もう、もはや多分顔が全然皆さん見えないと思いますが、一応薄め開けてます。生身で見ると。はい。ただ、あのね、スマホ越しだとね、もう顔が真っ黒で潰れててね、全然見えないと思いますが、一応薄めで僕のことを見守ってました。はい。っていうたぬきくんでお別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。